神峰山は、茨城県日立市にある山である。阿武熊高知南部では、降林山と並ぶ後方であり少ない前方である。南北に二つの頂があり、北の頂には四等三角点が設置されている。山頂には、神峰神社、日立大炎と月年碑があるほか、山頂の南約150メートルには、日立市天気相談所の気象観測所がある。山の南面は、 宮田川の流域で急斜面をなし、日立鉱山の関連施設や鉱山精錬場の立地場所となり、地形の人口改変が著しい。山頂からは南方の視界が明け、日立大煙突の向こうに、日立市街と太平洋が見渡せる。神峰山は、高林山と共に、多賀山地の手法となっている。付近一帯の地質は、日立変成岩と呼ばれる、古生代、カンブリア 石炭キペル向きの堆積岩、火山岩起源の結晶変岩や、河口岩類からなり、山頂部部分は火山岩起源の緑色変岩である。この山は、降臨山と同じく、阿武熊山奇石両部分のなだらかな小気覆面上に突出する残球であったが、山の南側の宮田川流域で、最近2万年以降の侵食復活により、山頂部分まで侵食が及び、 旧斜面に囲まれた戦方となった。神峰山はその山陽から、沿岸海上からよく目立ち、山あての山となっていたと思われる。山頂のある旧宮田村、近隣の旧、助川、大瀬村の漁民の信仰が厚く、山頂に宮田、助川、大瀬の鎮守の神宝神社がある。江戸時代の元読年間、水戸藩、第二代藩主、徳川光国公が隠居後、 神峰山に登り、神峰神社にも出て、朝日が登ってくるのを眺め、その光景は、両内一だと言ったと言われ、後、宮田村が、日立村となったのは、この伝説によるという説がある。1905年に、久原ふ之助が、宮田川上流の赤沢銅山を再興するにあたり、村名を取って、日立鉱山と改称した。日立鉱山から、日立製作所が生まれ、 1939年に成立した日立市の名前のもととなった。日立鉱山日立鉱山の創業、発展により、鉄道が設けられ、神峰山南西の本山を中心とする鉱山集落が発達し、日立市の高工業発展の発祥の地となり、太平洋戦争から戦後にかけて最盛期を迎え、住民は7000余人に達した。日立鉱山は、 結晶変岩の地域に分布し、鉱鉄鉱や王道工を産出する含む、銅流下鉄鉱床で、日本屈指の銅鉱山であった。神峰山地下では、神盆、中世、笹目鉱床があった。1908年に、山の南東の大遊院で、創業を同性連場が創業を開始し、1981年に、閉山するまで、44万トンの銅が生産された。 1929年以降は日本工業株式会社の経営下にあった。日立鉱山の鉱石は、養分が多く、精錬の際に有害な二酸化用が多く発生し、精錬量の増大に伴い周辺に塩害が発生し、周辺の山の植物は全滅状態となった。この解決のために住民と会社が努力し、日立鉱山は、 山地上16カ所の観測所のネットワークを作り、煙の観測と排出量の調整を行った。神峰山町の気象観測所は、この気象観測のセンターとして設けられたものが元になっている。同時に、日本初の継続的な高層気象観測が行われ、地表付近の逆転層を突き抜ける高い煙突の建設による塩害の低減を図った。1914年に、 神峰山中腹に高さ156メートルの大煙突が完成し、塩害は大幅に減少し、さらに戦後の硫酸製造装置の設置、自用路の建設等により解決された。この大煙突は同時日本最大の高さで、日立鉱山、日立市のシンボルとして市民に親しまれていた。また、荒廃した鉱山、精錬所周辺の植生回復のため、 早くから積極的な植林が実施された。資源枯渇のため、1981年に鉱山は閉山され、精錬場を除く、鉄道や施設は撤去され、集落も消滅し、元の山に戻っている。地区の再開発により、日立下本山自然の村が作られたが、2014年3月31日をもって廃止された。また、鉱山本港跡には、 飛行記念館が建てられ、鉱山のかつての姿を展示している。大煙突も老朽化のため、1993年、下部56メートルを残して倒壊し、高さを減じている。茨城県道36号日立、山形線本山トンネルからのルートが一番近い。また、日立市内にある、日立市か、峰公園から、倉掛山、羽黒山を経て山頂に至るルートもある。 ありがとうございます。